動きがいいですね。後編です。前回に続くですね、前回上半身の慢性疲労がスピューってとこに行ったわけですけど、で後半はですね、足のブヨブヨブニブニベトベトをですね流していこうと。正直僕も何も覚えてないんですけども、一緒に見たいと思います。で行きましょう。慢性疲労を撲滅しようという動画ですね。硬いですね。重たい。何ですか。吸水素。水素。おお。脇に親指が刺さる。怖感出ましたね。はい、では水素後編ですね。前編ではですね、今井先生のお背中にラッピングしておりますので、開けた時には綺麗な井上先生になっているかなと思います。水素を綺麗にするだけじゃなくて、筋肉緩めてくれるので、体の可動域とか曲がるんで、前編の方でですね、体の可動域の最初のチェックもしてますので、よかったらそっちの方も見てください。はい、右足ですね。たまりにたまったむくみと疲労をですね、救世主水素ちゃんをぬりぬりしていきます。よいしょ。ぬり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 、くるぶしですね。くるぶし周りもですね、リンパがですね滞りやすいですからね、この辺しっかりぬりぬりしていきます。むくみ気になる方、やっぱ女性の方が多いのかなっていうのもあるんですけど、結構男性もね、冷えとかむくみとか気になる方多いんで、水素足にしてあげるとものすごい軽くなりますね。足に羽が生えたみたいな。わあ、いろんなところに羽が生えた。ちょっと全体にねつけていきます。足はね、一番むくみやすいんですよね。心臓から一番遠いので、8仕事の人がむくみやすいとも言われてるんですけど、意外とね、デスクワーカーさんもむくみますからね。まあ、共通して言えることは、同じ姿勢でずっといるってことなんで、前編でも登場してくるんですけど、マーメイド院長がね、足の付け根までですね、水素をしっかりと飲み込んでいきます。細かいところやっていきますね。ちょっと足曲げますよ。よいしょ。そしたらですね、くるぶしのところをさらにやっていきます。なになになに、分かりやすくもう水素塗ってますって言ってるんですけど、水素も塗るだけじゃ実は浸透しないんですよね。てか、まあ、水素って塗れないんですよね。世界で一番ちっちゃい分子なので、これはですね、特殊な粉と特殊な溶液を混ぜることで水素をですね、発生させ続けてるので、発生させながら塗っていくことで浸透してくれるっていう、発生しながらっていうのが大事ですね。よいしょ。そしたらね、足首のくるぶしをこの筋肉付着しているところを筋膜リリースですね。なんか言いました。言いました。なんか声が出ましたね。乳首痛いって聞こえたような気もするけど。聞こえましたかね。ちょっとだけです。乳首痛い。大きな声が出ました。てるんでしょうね。硬いですね。でもここアキレス腱、剣道やったらプチって切れちゃいます。あら、それはいかん。想像しただけで痛い。アキレス腱が綺麗に出ると美脚に見えるのですね。ここはしっかりと、まあ、もともと美脚は美脚なんですけどね。井上先生、サンバ先生が好きな、あ、そうサンバ先生が好きな。足の裏はですね、老廃物が溜まりやすいんで、足つぼもカンナの施術のオプションではあって、すごい人気なんですけど、で水素でも筋肉を緩めてですね、老廃物を除去してくれるんで、一緒にやっていきます。足の裏もパツパツですね。足の裏に、ね、足底筋っていう筋肉があるんでですね、硬くなりやすいんですよね。にゃん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 、おお、すごい。なんか動いてますね。動いてます。ということで、今度ね、私の甲の方にもね、アプローチしていきます。
この辺もね結構血液とかが滞りやすいんで流してあげるとすごいスッキリしますね、うん、ブチブチってますねでも溜まってますね、うん、溝掃除もしときたいですね気になっちゃいますね、うんちょっとね、やっぱ自分でするだけでもね、強い力じゃなくていいので、ちょっとね、お風呂入ってる時とかに、ちょっとこう、カキカキってしてあげると、すごい気持ちがいいんで。うん、スッキリ感が出てきましたね。ブチブチ感も。早い。うん。さすがっす。そうですね。今度、ふくらはぎですね。やっぱ足のむくみにはふくらはぎがすごい大事になってきますね。第二の心臓って言われてるんですが、ふくらはぎの筋肉硬くなっちゃうと心臓までね血液戻せなくなって、それがむくみの原因になるので、しっかりねふくらはぎの筋肉も緩めていきます。足のむくみとかですね、足の疲労がある方とかは結構おすすめですね。水素の足バージョンですね。背中と一緒にやると本当飛んでいけそうな気がします。飛んでいっちゃったやっぱね、この膝裏はどうしてもですね、リンパ節もあるんで筋肉も硬くなりやすいので、しっかりねチャージしていきますね。あ、でも張ってそう。うーん、見た感じも張ってますね。結構ね、すっきりするんですよ。私は結構ぽっこりしがちなので、それが普通だと思ってたんですけど、ちゃんと施術してもらったらすっきりするんで、あ、ここってこんなにへこんでる、へこんでるんだ。ここでも本当にすっきりすると足本当めちゃくちゃ軽くなるので、あ、私もしてもらいたい。そうですよ、今度しましょう。やさん、私ぽっこりですね。攻めます、攻めます。気になっちゃいましたね。そんな力入れてないですけどね。気持ちよくなるんだ。やっぱり寝てました。寝てましたよね。むくみが、ね、気になる方は水分摂取できてるかなっていうのはちょっと一番最初に考えていただきたいですね。今で推奨している水分摂取量はご自身の体重かける 50ml なので、 50kg の人でも 1.5 リットルなんですよね。全ての人が2リットル3リットル飲まなきゃいけないってわけではないので、ご自身の体重かける 30ml をまず目指して、なんで1リットルの人はちょっと多分少ないかなっていう感じがするので、私はもともとそうなんですけど、水飲めないんですよね。水飲む習慣がない人は、水飲むっていうのがちょっと苦しいかもしれないので、私が始めたのが、例えば朝起きたらコップ一杯分水飲むとか、お風呂入る前はコップ一杯分水飲むとかも決めてしまうんですよね。そしたら結構飲めるようになるので、いきなりね 1.5 リットル飲んでもね、ちょこっとずつちょこっとずつ飲んでいただくのがいいですね。体質が変わるにはね、最低1ヶ月は必要なので、最低1ヶ月、まあ、3ヶ月か見ていただきたいなと思うので、まあ、まずはね、むくみが気になる方は水分摂取をねしっかりしていただければと思います。最後はですね、この水素の特殊な溶剤をですね、びっちゃびちゃにして水素がね発生し続けているので、これが逃げないようにラッピングしていきますね。そうすることで水素がなるべく体の中にとどまる時間が長くなるんで、よいしょ、溶剤ですね、よいしょ、こんなもんで、よし、ラッピングしていきます。よいしょ、はい、じゃあですね、このまま7分置いていきます。はい、ということでですね、7分経ったのでラッピング外していこうと思います。おお、おー、なんかすっきりしてる。なんかね、すっきりしてますね。あ、目覚めた。やだー。あら、綺麗。急になんか引き回された。あ、でもだいぶ、うん。ありがとうございます。すごい、緩んでます、緩んでます。うん、見た感じ。うん。なんか急に地ぐるみ引き回されたから。ここしか追われてないですもんね。そう、今、みだらな感じ。
気持ちよく寝てたらなんかパジャマごと全部引っ掛剥がされたと思う。起きろって。あ、柔らかい。あらららあ。あ、すごい。あ、すごい動きがいいですね。だいぶ楽なんじゃないですか、動かすのさっき。楽ですね。なんか一部しか動いてなかったけど、全体的にめっちゃ動いてますよ。うん、止まった。あ、動いた。はい、ちょっと足だけ突き上げましょうかね。はーい。うわ、ぐっすりでしたよね。久しぶりに寝た気がします。そうですね。ちょっとの時間でしたけど。何分か。7分。あ、そんなもん。はい、ああ、2時間ぐらい寝た気がする。いや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 。シートはね、あの体についてて悪いもんじゃないんで、軽く引き上げますね。よいしょ。ミダロなので、ちょっと戻して戻して。よいしょよいしょ。この後の動きのチェックが楽しみですね。うん、楽しみですね。はい、ゆっくりだけ上がってください。あ、お好みポーズ。よいしょ、よいしょ。あの、おはようございますですね。皆さんにおはようございます。いやいやいや、スイートで謎のなんか、どうです、座った感じます。あ、違いますね。ちょっと触っていきます。うん、ガチガチ感がなくなってますね。お、うん、あ、でもサイラックもこの辺ね、結構ちりめんじゃこ血管じゃなくなってきている感じがありますね。はい、早いですね。さすが水素です。効果が早い、うん、背中めちゃくちゃ柔らかくなってますね、このあたり特に。なんかすごい動いてくれるんですね。動きやすいんでしょうね。うん、嬉しいのかもしれないですね、動けるの。そうなんですね。うん、喜んでおります。まず首から見ていきますよ。はい、右見てください。お、すごい。おー、いいじゃないですか。今度左。おー、ギギギ感がないですね。はい、首がしっかり動いてます。すごい。で、バレリーナに戻ったのか。あー、わー、軽そう軽そう。おー、よかったよかった。で、白鳥の湖が踊れますね。いや、踊ったことはないです。あー、軽そう。両手行くんだね。バレリーナ操り人形にしか見えないんですけど。ジャケット出して。はい、あ、握りやすそうですね、うん、これが良さそうですね。あ、これはすごい、うん、すごい。あと、ここの肩甲骨がしっかり出てきて掴めてるんですよ。やっぱ余計に動いてますね。あ、あ、すごい。お、すごいですね。一周できそうですね。一周したら壊れる。いろいろ壊れるわ。うんうん、あー、すごいですね。いつもより余計に瞬足ですね。ちょっとまたなんか体、筋肉痛めるんでやめてもらっていいですか。怒られる。はい、じゃあ肩甲骨お願いします。あ、すごい、ね、楽なんじゃないですか。楽です、うん、うん、楽そう。足なんか細くなった感じありますね。そうね、あれ細くなったね、うん、すっきりしてますね、うん、おー、あ、滑らか。トリックス。避けて。ちょっとハードル上げられた。動かしやすい。うん、動かしやすそうです。ということでですね、慢性疲労の先生に先生シーソーがこんなに先生を動かしてくれるようになりました。うん、今回の動画は前編後編に分かれて、背中と足とで分かれているので、前編の方もぜひチェックしてみてください。じゃあ今後もこういった施術動画配信していきますので、チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバーイ。上半身の慢性疲労がスピューンってとこに行ったんですけど、スピューンってスピューンってスピューンスピューン。はい、編集者の方が今多分ちょっとイライラしてる。